ヨーマイラテルトだということで、今回なんですけど、今回はですね、なんと、僕のことをね、特定してくるゲームをやっていこうと思います。ま、っていうのも何かっていうと、はい、こちら皆さん、このおじさん知ってる？いや、なんかもう、アラジンみたいなおじさんなんだけど、アキネーターっていうね、ゲームで今日遊んでいくんだけど、この人がね、質問してきます。実際に存在する？って、こうやってね、はい、いいえ、わからない。多分そう、部分的にそう。うん、すごいね、これ。なんか保険かけすぎじゃない？多分違う、そうでもないと。こう、いろんな質問に対してどんどん選択していくと、なんとね、自分が想像してる人物を、このおじさんがね、特定してくるというね、やばいゲームです。まあ、結構有名だから知ってる子多いんじゃないかな。まあ、僕もね、結構前にやったことあるんだけど、今日は果たしてね、自分が特定されてしまうのか、検証していこうと思います。ちなみに、このおじさんなんでおでこにクッキーくっつけてるのと思った子は、高評価チャンネル登録してってね。さあみんな、まずはね、誰を想像するか。じゃあみんな、バイキンマン想像するか。アンパンマンのキャラクターね。はい、まず最初の質問。女性ですかと。バイキンマン多分男だね。はい、違いますと。YouTube 関係。うん、もしかしたらバイキンマンは、バイキンマンのバイバイキンチャンネルをやってるかもしれないけど、多分ね、YouTube やってないんじゃないかな、バイキンマン。バイキンマン YouTube やってたら面白そうだけどね。はい、人間ですかと。バイキンです。はい。人の言葉を話しますか？え、どうみんな。は、ひふ、へほー。でも、やいアンパンマンみたいなこと言ってるからな。まあ、部分的にそうか。動物の耳が生えてますか？あれは動物なの。バイキンでしょ。まあだけど、めっちゃ長い耳生えてるよね。はい。白いですか？黒いです。ゲームに関係しますか？ゲームに関係しないね。海外のキャラクターですか？え、日本でしょ。メンバー全員で映画に出た。でも、アンパンマンって確か映画あるよね。まあ、これは一応わからないにしますか？黄色いですか？黒紫です。はい。黒いですか？はい！来たみんな！二本足で歩く。アンパンマンって、四本足で歩いてたっけ？ははは！多分二本だよね。はい。真面目に仕事をしますか？どうなんだろう。アンパンマンを邪魔するお仕事だからな、あれは。わからないにしとくか。ディズニーキャラクターに関係はないです。今ね、多分ね、このアキネーター、ミッキーって想像してたね、きっと。頭文字が K で始まる？いいえ。戦いますか？戦え！ニア・リンカーネーションのキャラクターですか？誰？もうね、やばいみんな。質問すぎてもうおかしくなってる、もう。って顔してる。はい、違います。一度でも映画に出演したことあるんじゃない？フルネームは6文字ですか？バイキンマン。待って！やばい、これ来たかもしんない、ついに！みんなこの人の顔見て。あー、なるほどね。うん、もう、あれしかないっしょ。もう、バイキンマンでしょ、と。はい。菌類。やばい、こいつ！みんな見て、この余裕の表情。もうね、バイキンマンって分かってるから、わざとね、もう近い質問攻めてきてるよ、この人。はい。さあ、どうなる？黄色の生物を連れてる。黄色の生物なんて分からないんだけど、それ。誰？みんな見て、このドヤ顔。はいはい、バイキンマンでしょ、って。いや、みんなすごくないこれ。まあ、こんな感じで自分が想像してるね、人物を特定してくれるゲームなんだけど、今度はね、僕を特定してもらおうと思います。え、でもさ、何個の質問でいけるのかな？これで僕出てこなかったら超悲しいよ。まあ、やっていきますか。男性ですかと。はい。YouTuber、待って、早くないね。今声聞いてる、もしかして。何このつぶらな瞳。うん、YouTuber です。はい。ゲーム実況者、YouTuber だね。ひらがなですかと、テレト君だからひらがなです。よくマイクラを実況していますか？まあ、部分的にそうかな。めっちゃ実況してるってわけじゃないから。紅白歌合戦に出演したことありますか？これ多分、ストプリと間違えてそうだね、これ。ストプリかな？それともナイトエイかな？アンプタクかな？どっちかな？待って、早くない？ちょっと。いいえと。黒夢実況部と関係ありますか？関係ないです。歌に関係ありますか？あるね。歌ってみてもあげてるからね、部分的にそうにしましょう。自称清楚系 VTuber ですか？うん、そんなことはない。別に。イメージカラーは緑。違う！ピンク！イメージカラーは黄色ですか？うん、みんな見て。こんな澄ました顔してるけど、全部外してる。うん。
今のところ違うよ。緑でも黄色でもないと。エイペックスの大会に出てますか？エイペックスはやってたけど、大会に出たことはないね。髪色は赤もしくはピンク。やばい、みんな攻めてきてるよ。はい。そうでございます。イメージカラーは赤。ブッブー、ピンクの方でした。残念。ちょっと待って。は !What? どういうこと？え、みんな怖くない？今までの質問でさ、絶対いろんな想像できたと思うんだけどさ、見てこの色の表情。ナイトウェイのメンバーですかと。はい。そうですけど、ピンクに関係してる。おい、ちょっと攻めすぎだって。関係してますけど。はい。うわー、待って、お、自撮り出されたんだけど。しかもなんで登録されてるやつ、この猫の髪型した僕なんだよ。うん。え、思い浮かべてるのは、テルト君、歌い手ゲーム実況者の相手のメンバー。いや、これもう正解だよ。待って、アキネーターやばくない？すごくない？はい。え、待って、みんな。よし、また正解。魔人は何でもお見通した。すでにプレイされた回数がさ、え ?84,693 回？これ84,000人の子たちがさ、僕のこと思い浮かべてくれたってことでしょ。やるね、みんな。このゲームマジ面白いんだよね。え、ちょ、もう一回遊んでみよう。じゃあみんな、次は僕が、思い浮かべてるものをアキネーターに当ててもらうんだけど、誰を思い浮かべてるか当ててね。はい。キャラクターいきます。男性ですか？はい。ゲーム実況もやっていますか？はい。さあみんな、今んところ、男の人で、ゲーム実況やってると、さあ誰でしょうか？メガネをかけていますか？かけてないね。ひらがなですか？ひらがなです、とても。イメージカラーは青ですか？ま、青なんだけど、ま、部分的にそうかな。ま、青には青なんだけど。従者と一緒にいますか？なんか付き人みたいな人と一緒にいるみたいな感じなの。いや、見たことはないけど、ねえ。ないだろう。いいえ。今、あなたに見えますか？今はま、見えないかな。今一緒にいないからね、その人とは。とても腐っていますか？どういうことだよ。失礼だろ。何がどうやったら腐るんだよ。腐ってません。よくマイクラを実況していますか？あー、これに関しては、まあ、部分的にそうかな。今のところみんな僕と似てるでしょ、かなり。この本に関係するどの本？うん。とりあえずその本見せてくんない？ないんだけど。いいえと。歌に関係ありますか？まあ、そうだね。歌にも関係してるかな。神社と関係ありますか？何を想像してるの？神か何かだと思ってる。違います。やばい。なんで？みんな、神社に関係してないっつったらさ、水色に関係してますかっていう、なんかもう革新的な質問が来たんだけど。はい。いや、もうみんなもこの時点で分かってるんじゃないかな？パンダかアライグマかレッサーパンダ、おぉ。おい、水色に関係しててさ、よくマイクラ実況してるパンダかアライグマかレッサーパンダいたら逆に僕に教えてほしいよ、本当に。ありえないだろう。関係してないよ。もう遊んでるでしょ、アキネーターさん、ちょっと。はい、関係してませんと。トレーニングが好きですか？もうそれはちょっとわからないの。ワニがモチーフですか？お、100日後になんたらするワニみたいな感じじゃないからね、これ。本当に。違うから。はい、みんな。やっとまともな質問が来ました。ゲームチャンネルをやっていますか？いやー、まあもうみんなここまで来たらさすがにわかるんじゃない？やっています。空に関係していますか？関係してるね。何人かのグループですか？結構じらすね、アキネーター。その口やめて、とりあえずそのタコの口。はい。顔に傷がありますか？あ、シャンクスいる？うん。もしかして髪色が水色で、マイクラをよくやってて、ゲームチャンネルをしているシャンクスいる？うん。いないのよ。はい。乃木坂46の公式ライバルですか？あ、違います。待ってきた！ナイト A のメンバーですか？はい！さあどうなる？ M から始まるもんね、M から始まる人は一人しかいないのよ。ははは！始まります！裸のビデオが存在している。待って、裸のビデオ存在してたの？ははは！それ僕知らなかったけど、まあ、多分ね、存在してないと思います。はい、来たー！まひとくん、YouTuber、ゲーム実況者、ナイト A のメンバー！おまひちゃんも猫耳の自撮り来たね。うん、最後の、裸のなんかの関係してますかは悪意しか感じませんでした、とりあえず。はい。さあみんな、次ラストなんだけど、僕が飼ってる猫のムムを当ててもらおうと思います。はい。
え、これどうなんだろう、いけるのかな、そもそも登録とかされてるのかな。あ、女性ですか。むむ、女の子だから、まあ部分的にそうだね。 YouTuber ですか。いやー、まあ僕のチャンネルに出てるからな。でもこれは家かな。髪の毛生えてますか。わからないにしよう。もう猫って髪の毛とかじゃないからさ、黒髪でもないとゲームに関係すら関係しない。これ家多いからアキネーターわかんなそう。待って、この質問の時点で動物ってわかってるの。動物の耳が生えてます。はい、四足歩行で歩きますよ。もう犬か猫に絞られてそう。猫、猫です。はい、実在します。錬金術師ですか。あの、錬金術師の猫はいないのよ、おそらく。あなたが会ったことありますか。あります。いつも一緒にいます。フォロワー3万人以上ですか。 SNS のアカウント、僕のアカウントしかないからな。はい、わからないにしましょう。あなたと同居してますか。してます。あなたのポケットに入る。うん、どんだけちっちゃいんだよ。犬、違います。お店を営業していますか。してません。それは現在も多く動きます。おー、やばい、みんな見て、思い浮かべてるのは愛猫、うちで飼っているペットと、まあ、この写真の猫ちゃんはね、僕んちムムではないんだけど、ムムはこんな感じだね。めっちゃ可愛いでしょ。はっはっは。うわ、すごい、17万回もやられてるんだけど。負けたわ。やっぱり猫飼ってる子は猫愛が強いんだね。はい、ということで、みんな今回の動画どうだったかな。ちょっとね、久々にアキネーターやったんだけど、相変わらずこの人すごいわ。うん、よくわかるよね。はい、そしてね、この動画が面白いなと思った子はぜひチャンネル登録、高評価、動画の通知登録よろしくお願いします。ぜひまたやりたいね。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。じゃあな。